これより第2クォーターに入ります。プレーに投手陣地を入れ替えまして、試合は第2クォーターに入ります。攻撃権はそのままブラックのユニフォームノービス、50ヤードからファーストダウン10。ノービスハーフウェイからファーストダウン10。QB サークコーナーバック54番、プレイアクションから右に展開しパスを投じようと構えましたが、これをサウスベアーズ97番32番が殺到しまして、 QB サークパスを投じる前に仕留めました。最終的にサークしましたが97番の高木、そして32番の山下でした。2ヤードのロスを奪っています。ノービス、セカンドダウン12。セカンドダウン。ボールオンは自陣48ヤード。さあ、今度は左方向へのランプレーで突破を図りました。しかし、ここでもサウスベアーズ、8番、97番が殺到しまして、ノーゲインとしています。ノービスのランプレーでしたが、京都サウスベアーズディフェンスの集まりが早く、サウスベアーズディフェンス陣、非常に好調です。97番の高木を筆頭に、先ほどは8番の上山も素晴らしい対応をしました。ノービスの攻撃は3回目、サードダウン。ファーストダウン獲得まで残り12ヤード。さあ、ノービス、この状況を打開できるでしょうか。自陣48ヤードからサードダウン12。ナイスキャッチ、パス成功、ファースター。ノービス、パス成功、ファースター。ここでクォーターバック54番プレッシャーを受けながら、ワイドレシーバー14番富山明夫から、ワイドレシーバー18番山口良平のパス成功。相手ディフェンス殺到する中、見事にキャッチしまして攻撃権更新です。ノービス、パスター。ノービス敵陣36ヤードから、新たに4回の攻撃開始、ファーストアウト。184センチの素晴らしい体格を生かしまして、見事に攻撃権更新果たしました。さあ、これが突破になる一つのくさびとなるでしょうか。ボールオン相手陣36ヤードからノービス、ファーストダウン10。ここでクォーターバック54番オプションプレーで自らキープ、右オープンを展開しまして約3ヤード、2ヤードのゲインとしています。オプションプレーはクォーターバックが持つか、ランニングバックが持つかの選択プレーです。ここではクォーターバックがキープを選択しました。これにより約2ヤードゲインをしましたが、クォーターバック54番の富山でした。ノービス、セカンドダウン。ノービス、セカンドダウン8。ボールオンは相手陣34ヤード。パス成功、ナイスゲーム、ファースター。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。イリーガルフォーメーションオフェンス、ボヤーのペナルティです。セカンドダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、攻撃側の体型で攻撃を展開しました。ボヤーの抜体となります。オフェンスチームにはそのポジションセット位置に様々な制限があります。最前列は7人以上、バックス陣は4人以下など様々な条件がありますが、先ほどはそのいずれかが守られていない形でフォーメーションを展開しました。従いましてノービス、5ヤード下がりましてセカンドダウンやり直しです。ノービス相手陣39ヤードからセカンドダウン13。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここで右に展開したワイドレシーバー6番にパスを投じましたが、これはサウスベアーズのディフェンスカバーよくパス不成功に終わっています。
続いてサードダウンの攻撃、ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ファーストダウン獲得まで13ヤード。ノービス、ボールオンは相手陣39ヤード。この位置を何とか生かしたい。ノービス、サードダウン13。さあ判定はどうか。インターセプト、インターセプト、ターンオーバー、交代です。ここでノービスはパスを投げましたが、このパスをキャッチしたのは京都サウスベアーズディフェンスナップ4番2番7台。そのボールをキャッチし、フィード内で着地したので攻守攻撃権ダッシュインターセプト成立です。攻守交代しました。見事インターセプトを決めたのは京都サウスベアーズ4番の岩原。攻撃権変わりまして京都サウスベアーズに変わります。自陣18ヤード付近からファーストダウン10。さあ攻撃権変わりましてサウスベアーズ自陣18ヤードからファーストダウン10。これはノービスナイスディフェンス。ここで右奥にランプレーが突破を図りました。キャリア22番に託したところですが、これをノービス75は見事に対応しまして約2ヤードロスに変えています。託されたキャリア22番は富田でした。しかしそれをしてみましたらノービス75番の大前。京都サウスベアーズセカンドダウン。さあ下げられましたがサウスベアーズセカンドダウン12。これをノービス対応します。今度はオプションプレーでクォーターバック7番左オープンにランプレーで突破図らんというところでしたが、これをノービスディフェンスライン43番対応しまして2ヤードのロスにとどめております。京都サウスベアーズの攻撃で2ヤードのゲイン。見事タックルしましたのはノービス13番下村ひやたでした。清水でした。またそこに13番の下村も加わっております。3回目の攻撃サードダウン。ファーストダウン獲得まで10ヤード。さあサウスベアーズサードダウン10。パス成功。ここサウスベアーズヒッチパスを選択。右に展開した9番キャッチアンドランをブロッカー生かし、失礼しました。京都サウスベアーズクォーターバック17番中村凛太郎から攻撃権更新には至りませんでした。アグレッシブ9番岸圭介のパス成功。ゲインは6ヤード。京都サウスベアーズファーストダウン獲得まで4ヤード残し、ダウンはフォースダウンラストダウン。サウスベアーズフォースダウン4パントフォーメーションを選択します。このパットを転がりよくノービス陣43ヤード付近でアウトオンバーンズ。この時で攻守交代となります。攻撃権変わりましてサウスベアーズに移ります。のパントにより攻撃権はノービスに変わります。失礼しました、ノービスに攻撃権変わります。皆様メッセージありがとうございます。確かにノービスクォーターバックとしての登録は他の選手もおりますが、本日は54番の富山が務めております。中村さんのメッセージの通り、まず1本取ってその状況、そしてリズムを変えたいところです。ノービス、さあそのクォーターバック54番ノービスクォーターバックがボールをキープしましたが、京都サウスベアーズディフェンスバック4番岩原大がタックル。ニヤードのロス。ノービスボールオン自陣41ヤードからセカンドダウン12。ノービスセカンドダウン。
さあここでランプレーをキャリア47番に託しました。しかしこのランをサウスベアーズ68番に対応しまして、さらにロスに変えています。田中裕樹がタックル、託されましたキャリアは47番の上田でしたが、しかしこの前に立ちはだかりましたのがサウスベアーズ68番の田中でした。3回目サードダウン、パスダウン獲得まで13ヤード、ノービスサードダウン14。さあ再び最前列に選手を固めた。ここからリバースプレーを展開し、左オープンをエンドアラウンド巻き込むようにトップはからんというところでしたが、これもサウスベアーズ対応しまして、フォースダウンに変えます。フォースダウンがボールを持ち2ヤードのゲイン。ノービスフォースダウン11、ノービスフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。サスベアーズリターンに入った。中央のカバーの隙間を駆け上がるようにリターンしまして、ここサスベアーズ自陣39メートル近くの攻撃に変わります。攻撃権を放棄、パンター54番富山昭夫のパントを京都サスベアーズ、リターナー22番富田亮が約14ヤードリターン。攻撃権はホワイトのユニフォーム京都サスベアーズ。さあサウスベアーズは今度は自陣からの攻撃になります。自陣39ヤードから京都サウスベアーズ自陣39ヤードからファーストダウンテン、前半終了まで残り3分37秒。パス成功、ファーストダウン、京都サウスベアーズパス成功、ファーストダウン。モーションスルーバックスに投げかけ、中央切れ込んだ1番にパス、これをキャッチしまして攻撃権更新です。サウスベアーズファースター、見事なパスを投じましたがクォーターバック17番の中村取りました。ワイドレシーバー1番は深田です。13ヤードゲインしファーストダウン獲得。京都サウスベアーズ敵陣に入り、敵陣47ヤード付近より新たにファーストダウン点。今度は中央へのランプ、相手ディフェンス殺到する中、体をねじ込むように約3ヤードのゲインとしています。ランニングバック22番富田両のランプレー、ゲインは2ヤード。タックルしたのはノービス、ディフェンスライン5番星山亮太。ここでノービスも5番の星山が踏ん張っております。サウスベアーズ相手陣45ヤードからセカンドダウン7。パス不成功、ここで奥に走り込んだ89番にパスを投じましたが、しかしこれはノービスのパスカバーよくパス不成功に終わっています。ダウン1つ変わりまして、サウスベアーズサードダウンに変わります。京都サウスベアーズパス不成功でしたので、次のダウン、次の攻撃に変わります。サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り8ヤード。サスベアーズサードダウン7、ボールオンは相手陣45ヤード。パス不成功、これ右奥走り込んだワイドレシーバー15番がのロングパス、しかしこのパスをノービス4番カバーしておりまして、パス不成功に変えています。サウスベアーズフォースダウンに変わります。サウスベアーズの攻撃はフォースダウン、ここはノービス4番の菊野が踏ん張りました。
前半終了まで残り1分58秒。さあスペアーズパントフォーメーション。ノービスリターンに入らんところサウスベアーズカバーしておりまして大きなターンは避けております。攻守変わりましてノービスの攻撃に変わります。パントを選択、パンター65番荒川武俊のパント、ノービスリターナー6番岸田光輝がリターン。攻撃権はノービスに変わります。しかし非常に厳しい状況、果敢なリターンをしましたのはノービスの6番の岸田でした。さあ前半の残り時間も1分45秒と変わっております。ノービス自陣17ヤードからファーストアンテン、ボールは前半終了まで残り1分45秒。クォーターバック54番ハンドオフから中央キープ、相手の裏を突き上がりまして約8ヤードのゲイン。ハンドオフフェイクからランプレー、キャリア54番は富山。ノービスセカンドダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。ノービス自陣25ヤードからセカンドダウン2。成功、まだ行く、さあまくれるか、ビッグゲイファースト、ノービスパス成功、ファーストダウン。クォーターバック54番中央切れ込んだ、ノービスクォーターバック54番富山明夫からさらに右奥に展開入りまして大きく生かして返しております。ノービスファースト見事パスキャッチしましたな、ワイドレシーバー大量の登録の長尾でした。ノービス自陣46ヤードから新たにファーストアンテン、前半終了まで間もなく30秒を切ります。さあクォーターバックパスを投じんというところでしたが右オープン展開しましてここは仕留められました。ここでホイッスル、チームタイムアウト、ノービス。ノービスここで前半2回目のタイムアウトを取ります。ここでノービス前半2回目のタイムアウトの要求です。前半終了まで残り16秒。さあフィールド中央付近まではノービス返しました。しかし残り時間16秒です。この時間内に得点を上げないと現在のポジショニング、タイムアウトの残数は全てリセットという形になります。さあこの時間内に見逃せることができるでしょうか。ノービス残り時間16秒でのセカンドダウン12に入ります。失礼しました、セカンドダウン11に入ります。ノービスセカンドダウン、さあ先ほどここでトラブルが発生した模様。審判団先ほどのプレーに関して協議をいたします。ただいまのプレーファンブルしておりますが2ダウンが先です。その後ゲームクロックが流れております。前半終了です。先ほどのプレーファンブルありましたがしかし倒れたの方が先ということでそこでプレーは終了しました。結果的に時間がそのまま浪費する形になりましたのでここで前半終了となります。2023年度西日本地区王座決定戦前半戦終了となりまして、ノービス0点、サウスベアーズ14点、サウスベアーズが2タッチダウンリードする形で前半戦終了です。0点、京都サウスベアーズ14点です。